ちょっとたくさん持ってきすぎたので少し端折ってきますが、うつ病に関しては面白い話があって、これはもう、時間の関係でザザッといきますけども、うつ病でも調べてみた。これは今度はその先ほどのような尺度ではなくて、もう見ていただいた通りなんですけど、ちょっと見えにくいかもしれませんが、モデルの人に、注射針の刺してるみたいな、そういうふうなイメージを見ていただいて、でそれでその人がどのぐらい痛そうに見えるかということを、被験者さんに聞くという、そういうような課題なんですね。他人の痛みに対して自分もがそれがよく分かるか分からないか、これはある種共感を見ているということになりますので、じゃあうつ病の患者さんはどちらになるのかということなんですが、こういうふうな聞き方をするとですね、そうするとうつ病の患者さんは、健康な人に比べて痛みのを、見せたようなビデオに対してそれほど痛そうに見えないっていう、そういうふうな差が出てくるわけですね。ちょっと意外な感じがしたんですけども、これはこのタスクの設定によると思われるんですが、これは認知的共感に近い、感情的共感に近いかと思ったんですが、認知的共感に近いような設定、これちょっと今日省略しますが、であったためにそうなったというふうに解釈してるんですが、で実際にそれじゃあそのこういうふうなタスクをした時の FMRI のアクティベーションはどういうところに出てくるかというと、これは健康な人、これはうつ病の患者、まあ、大体同じようなところに出てくるんですけども、ただしその、両者の群においては差があると。うつ病の人で落ちているところもあれば、うつ病の人でむしろ上がっているところもあると。でこういったことを全体で合わせて考えると、うつ病という病気の共感性の問題の神経基盤は複数のいくつかの領域が関与して、このその総体としてこの共感の問題が出てくるということが、今私の、解釈なわけです。で、それ今共感が落ちてるっていうことを話しましたけども、共感のアップっていうのはそういう別の研究グループのデータですけどもあるわけですね。でただそういうようなものを読み込んでいくとですね、うつ病で共感性が上がってるものは大体先ほど、申しました、個人的苦悩ですね、アップする、共感のしすぎで自分も一緒になっちゃう、巻き込まれてしまうみたいな、ここがアップしてるというそういうふうなデータですので、まあ整合性が取れるかな。どういうことかというと、うつ病は認知的共感が落ちて、感情的共感は特に、個人的苦悩の部分が上がっていると、そういうふうな理解で説明できるのではないかということを、考えているわけです。で、心のデザインの破綻という観点から見た精神、まあ、結果的に同じような結果になったんですけど、統合失調症とうつ病、それとその、両方で同じようなパターンを示したわけですけども、このリタ、なんていうんですかね、この感情的共感の部分に関しては、どちらかというと、個人的苦悩においてむしろ上がっていると、共感のしすぎですね。それに対してこれは、ここに書いてあるこの他者の視点に立つ力というのは、これは認知的共感ですけど、認知的共感に関しては統合失調症、うつ病ともに下がっているという、こういうような形でそのさまざまな精神疾患を、今日はこの2つの疾患だけを例に出しますけども、こう切り分けていくといいますか、共感性という観点、あるいはもう少し大きな目でいくと心のデザインの破綻という観点で切り分けていくことができるということを、考えています。で、でちょっとここから話を変えるんですけども、ここまでの話はですね、例えば統合失調症であれば、例えばサイコパスであれば、例えば自閉症であれば、どういうふうな障害があるのかないのか、そういうふうな観点の、話をしてきました。それでその神経基盤は何なのかということを考えてきました。ただですね、これはなんかいかにも我々の生物学的な研究をしているものが陥りやすい、そういうふうな、なんていうか落とし穴じゃないのかということを少し今考えている。どういうことかと言いますと、こういうこともないのかなということを考えるわけです。精神疾患を持つという経験自体が共感性を弱める方向とか強める方向に働くことがないのかというのは、そういうようなことを今少し考えています。どういうことかというとですね、これは人の研究から持ってきたんですけど、これは 社会学というんですかね、その認知とかそういう観点ではなくて、別の観点から見ると同じのような病態が全く違う方向から見えるんだなということを今考えさせられているんですけども、この研究はその自分が自殺を、試みたり、自殺をその、まあ、かなりシリアスな死にたいという気持ちを持った人は、他人が自殺を試みたり死にたいという気持ちを持っている、そのことに対して共感的になるかならないかという、そういうふうなことを調べた研究なんですけれども、これを結論だけ言いますと、自殺を自分が考えた人は、これは意外なんですけども、他者のその起死念慮とか死にたいという気持ちとか自殺傾向に対して共感的ではなくなるんです。むしろ弱まるんです。
ということは、ちょっと意外な感じがするんですが、ところがですね、その死ぬということ、死にたいというその気持ちではなくてですね、うつ傾向ということで相関を見てみると、うつ病があったかなかったか、その人が過去にうつを体験したかなかったかっていう、その要素に着目して、関連を見ると、抑うつの経験というのはむしろ人を共感的にするという、そういうふうな結論が、得られてきているわけです。で、まあ、本当にこういう研究は少ないので、そのご紹介できるものは少ないんですけども、精神疾患の経験ですね、これが、共感性ですね、同じ病気を持つ人への、こう共感性とか、そういうことに対してどういう影響を与えるのか、こういうことは、あまりやられてないと。ただし、これは非常に重要な観点ではないかということを今私は考えています。もっと一般的にですね、考えてみても、まあ、精神疾患を持つ人でこういう共感とか、あるいは在籍感とか、あるいはこう妬みとか自尊心とか、こう社会的感情に関して研究していくときにですね、こういう患者さんが今社会的にどういう状況に置かれているかということをもう忘れてはいかんなということを感じるわけです。つまり社会的な意味で、まあ、大きな大雑把な言い方をしますと、社会的弱者という立場にありますので、そういうコンテクストで単に統合失調症の方で共感性が落ちているとか上がっているとかっていう、その時にこういう要因を考えていくことが大事だなということを感じています。あと2分ぐらいで何とかまとめますが、ということ で心のデザインということを少し再考してみますとですね、最初の出だしのところでは、これはどうしたいですかね、まあ、続けますね。正常な心のデザインと破綻した心のデザインっていう、そういうふうな、二分法であえて考えてみましたけども、そうではなくてですね、心のデザインというのは人類に共通のデザイン、人に普遍的なハードウェアの構築とか、あるいは個々人と、それと個々人のバリエーションですね、こういうふうな観点で見直してみるというのも、見方がもうできるのではないかということを今考えているわけです。で、そうするとですね、精神疾患というのは、人類に共通のデザインの破綻、これは最初に申し上げた言葉ですけども、ただそうではなくて、こうバリエーションという観点で精神疾患を見ることができないかというのは今考えていることです。それでちょうど今私翻訳させてもらった本にこういう面白いことを言っている人がいて、病気を持って精神疾患を持っていることと精神疾患を持っていないことって、どっちが社会に適応的なのかということで、ちょっと物議を醸している本なんですけども、どういうことかというとですね、これはですね、インバースローサニティで、正常異常反転の法則というようなことで彼が言ってるんですけども、その社会が危機的な時代にないときは、精神疾患を持ってない方がいいんですね。平和な時代には精神疾患を持ってない人の方が、適応すると。ところが社会がその危機的な状況、戦争とかそういう時には、むしろこの若干精神、まあ、世に言う精神的な意味で、異常ですね、精神疾患を持ってる方がむしろ成功するんではないかという、それをちょっと変わった仮説を出していて、そこでネビル・チェンバレンとチャーチルを比較したりとか、あるいはニクソンとケネディを比較したりとかというようなことで、この前ケネディが問題があってニクソンが正常なんですけども、こういうふうな観点で提唱の議論している人がいます。で、これでもう終わりになりますが、そういうふうなことを考えていくとですね、私のやっているのは精神学で大事な問題の一つにスティグマという問題があって、これは患者さんの偏見なんですよね。これは取り組みというのは本当に重要なんですけども、この今日のテーマの心のデザインの多様性という観点から考えたスティグマに対抗していくというアンチスティグマという、そういう観点から、最後の言葉にしますけれども、精神疾患が優れたリーダーを生み出すことがあったり、あるいはこのホモクリットというのは病気を持たない普通の人ですね、大失敗をやらかすことのようなことがあるとしたら、我々の正常であることの誇りというのは一体何なのだろうかということをちょっと考え直してみる必要もあるのかなということを最近考えています。で、こういったことを考えることで、我々は自分と異なるように見る人たちに対してもう少し寛容になれるのではないかというようなことを感じています。すいません、ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、以上です。どうもありがとうございました。